とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出たこの装備を使っていこうと思います。これ、闇の刀ですね。できれば、達人の刀の方が欲しかったんだけども、まあ、これ、一度使ってみましょう。ゾンビ特攻なので、使える場所では使えると思う。黄金が爆発3ですね。で、こっちをリフレッシュ。で、こっちは虚無だよね。で、真ん中が、羽を使うならダイナモ。羽使わないならクリティカルっていう感じかな。今日はね、羽を使わずに行こうと思うので、クリティカルで行きます。アーティファクトはエリクサー、卵天狗だけ、ドラですね。で、ウィザーアーマーに、パープルストーム、バーストボーストリング入ってます。まあ、慣れてるかどうかはわかんないけどね。いきます。それでは行きましょう。クリーパーの森ですね。プレイヤー速度が 20% 増加して、長弾を持ってる。敵は凍結を持ってるなんだよね。凍結持ちがいるところで、羽なしで行くっていうのは、なかなか厳しいかもしんない。し、このね、刀系は、向いてない気はするんだよね。攻撃範囲が狭めなので、どうなんだろうな。いや、でも、ここはさ、基本ゾンビが多いとこだから、向いてはいるね、この装備が。ただ、凍結とか食らった時に、どういう風に対処していくか。まあ、ちょっと逃げたりすれば、なんとかなるか。あ、意外といけるね。あ、なるほど。そうだな。羽が、ない時って、爆発がものすげえ役立つんだな。爆発がすっげえ役立つ。はい。爆発で、ボンと。やってくれるんで。それはいいね。はい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 。ベタ足の時は、爆発が結構いいっていうことか。ああ、いや、久しぶりにこの、羽なしで、戦うと、ちょっといろいろと発見があるね。この矢をね、うまいこと、避けていかなきゃいけないとか、そういう戦い方が必要になるので、なんか初心に戻った感じ、になる。はい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 。この時はね、さすがにクリティカルは役に立ちますな。クリティカルはいい。はいはいはい。いいよ。んで、キャプテンは全部探します。あ、いないかな。まあ、とりあえず、最初の洞窟、あそこに2、3体はいるでしょうから、そこをまず探していってみましょうか。はい、洞窟、ここにはいるでしょうよ。あぶね。アーティファクトリセットも、これで正解なのかはわかんないね。エリクサーのカバンを意外と海外の人たちが使ってるっていうのが分かったんで、最近は入れるようにしてます。やっぱいいもんね。あの、影のブリュー出れば保険にもなるし。おい、よし、あぶねえな。もう、あ、意外と耐えれるな。でもよし、 OK。 ああ、嫌なやつだなぁ。ちょっと待って。オッケー、パワーポーション取って。で、霊気が鬱陶しい。ちょっと霊気来るなよ。霊気鬱陶い。よし、オッケー。あとお前だけだ。しゃあ、あと1体はいるね。洞窟内に2体か。ああ、じゃあちょっと今回少ないかもしんないね。いや、むしろいない？むしろいないわ。珍しい。いや、マジでいないな。ああ。
嫌なやつだな。よし、この中いないよね。うん、いない。え、これはさ、いないかもね、これ以上。あ、最後の最後にいるかもしんないか。そんなもんか。ちょっとしょぼかったな。よし。でもこのバーストボーストリングのついてるやつっていうのは、このベタ足でいくときは役に立つね。うん、なんか戦い方が一気にかっこよくなる。この奥いるんじゃない？この奥はなんかいるでしょう。ちょっと待って、めんどくさいこいつ。しゃ、凍結受けるとめんどくさい。よし、オッケー。いるんかいお前。いいね、爆発がほんといい感じ。え、嫌な牛だな。よし、オッケー。で、いないぞ。あ、いや、奥の方だな。これ、最奥だね。最奥にいるタイプ。いた。うん、どこ？あ、いたいた。よっしゃ。じ、まだいるか？もういないか。モブ HP170% 増加。おお、当たりが来ましたね。いや、敵が多い。これ下手に先走って突っ込みすぎると死ぬね。ちょっと気をつけていこう。 OK、 敵多い。んで、もうここで中間地点ですね。中間か。いや、でも別にキャプテンがいそうな気配は、おー、なし。はいはいはい。やっぱリーチの短さがちょっと気になってきたな。うーん、槍の時はもっとうまく立ち回れてたと思うんだけど。よし、いいよ。もう矢は必要ないので中には入りません。うーん、はい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 。いっぱい来たいっぱい来た。凍結やめろ。よし、凍結具も鬱陶しいな。わわわわわ、めんどくさいめんどくさい。オッケー。よし、別に嫌なやつは倒さずに行こう。んで、ここ、あ、そうかそうか、ここにいることもあるよね。よし、おー、レベルアップ。ちょっと待って、エンチャンター鬱陶しい。いや、いないな。ここ奥に行ったところにね、一体いる時もあるんだけど、今回いない。ちょっと待って、凍結。あー、待って待って、太いのがいる。ちょっと待って、鬱陶しいこいつら。はい、いないね、いないな。ちょっと待てよ、まず邪魔なやつが倒していくから。にゃ、ちょっと待て。はい、パワーポーションが出てきてくれる。あ、出た出た、よかった。パワーポーションが欲しい。ベタ足で行くときはね、パワーポーションは欲しいところよ。あ、あと上か、上んとこね。まずエンチャンターから倒しときましょう。はいはいはい。特に問題ないけども、いるか。あー、多分いる。あー、きっつい。ちょっと待て、うん、ここはポーションバリア使ってちょっと突っ込みましょう。クリーパーが多いとね、
ちょっと倒しにくいんで。いないか、まあ、いないわ。え、完全にいると思ったら、あ、じゃあ反対側か、こっち側ってことか。あ、いるいる。いや、エンダーマンかい。いや、待て待て待て、いるでしょ。キャプテン発見。なんじゃこりゃ、何今の。あ、で脅威で、もう一体いる。どこだ。あ、いたいた。うんうん、そうか、 HP が 170% 上がってんだ。神秘プレイヤーダメージ 40% 減少。あ、なんかちょっときつくなってきた。よし、 OK、 脅威3、あと1体いたー。ちょっと待てよ。よし、これきつくない？あぶねえ。よし、オッケー、これ倒してからだ。はい、いいよ。何プレイヤー、うん、え、何も、何が来た。あ、モブ速度 70% アップか。ああ、まあまあ、そこはちょっとしょぼいやつですけどね。まあ、ダメージ 40% 減少の HP 170% アップ。だいぶ倒せない。だいぶ倒せなくなった。勝て。あ、そっか、そう、こんな感じ、こんな感じ。でも、あとはクリアするだけだしね。し、パワーポーション取って、クリティカル出れば、うんうん、そこそこのダメージを与えていけるんで、大丈夫ですね。で、あとは最後の敵が多い場所、ここでおしまいです。嫌なやつが多い。おーおーおー、なんかめっちゃ減らない？なんか死ぬほどダメージ食らってるような気がするんだけど、なんだろう、なんか死ぬほど痛いやつがいましたね。ちょっと待って、霊気のお前は先に倒させて。あ、ちょっと待て、霊気って全部あいつ牛たちか。うーい、霊気やめろ。あ、羊だったか、牛じゃなくって。行きましょう。はい、もうこれでクリアです。おーい、ポーションバリア貫通してきた。まあまあいいけど、はいはい、もうクリアしよう。あ、タイデンとかもいたのね。そりゃ痛いわ。よし、待てい、待っていい、待っていい、タイデン、はい、終わり。はい、ということで今日はこれでしたね。闇の刀です。まあ、たまには羽を使わずに行くっていうのも面白くていいですね。うん。で、達人がいいかなと思ったんだけども、あれ、クリティカル率 10% なので、うん、意外とこれでゾンビ特攻をつけていっても、うん、いいのではないでしょうか。うん、達人を装備して、そうね、クリティカルを追い打ちに変えていけば、まだ火力は上がりそうですけども。うん。まあまあまあ、いいんじゃないですか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。